です。今日は吉野ひろしさんの詩を読んでいきたいと思います。七子に赤いリンゴの頬をして眠っている七子、お前のお母さんの頬の赤さはそっくり。七子の頬に行ってしまって一頃のお母さんの艶やかな頬は少し青ざめた。お父さんにもちょっと酸っぱい思いが増えた。唐突だが七子、お父さんはお前に多くを期待しないだろう。人が他からの期待に応えようとしてどんなに自分をダメにしてしまうか、お父さんははっきり知ってしまったから。お父さんがお前にあげたいものは健康と自分を愛する心だ。人が人でなくなるのは自分を愛することをやめるときだ。自分を愛することをやめるとき、人は他人を愛することをやめ世界を見失ってしまう。自分があるとき他人があり世界がある。お父さんにもお母さんにも酸っぱい苦労が増えた。苦労は今はお前にあげられない。お前にあげたいものは香りの良い健康と勝ち取るに難しく育むに難しい自分を愛する心だ。ご清聴いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いします。ではまた、レイラでした。